古橋呼ばれたらどっちに使うんでしょうね。北の方か南の方か。セットプレーのこと考えると大迫って普通買いにくいんですけどね。1-0 で1点するとしたらセットプレーでごちょごちょってしたところになるから、セーターが上がったり空中戦で体張ってくれる選手残したいんですよ、監督の。普通の監督の思考としては。こういうね、流れの中でのプレーっていうのはやっぱ僕ら視聴者はやっぱこればっか見てるからさ、ここが悪いなと思いやすいけど、監督ってこう全局面で失点の可能性を低くして得点の可能性を高くするから、もう普通に考えたらね、南野なんだけど、この間右でも使われたもんね。他との連携の問題と考えると、普通に森保さん見ててイメージというか、こことここを変えれば今パフォーマンス悪い選手が良くなるなっていう交代今まで見たことないから、普通に現状パフォーマンス悪い人を変えるっていう采配の人だから、と南野だったらどっちだろうね。周りとの連携の甘さだと伊藤になるのかなみたいな。で、さっきから左からクロス入ってる時の斜めの走り込みとか、そういうところで得点につながる人みたいな感じで伊藤になりそうな。伊藤今もちょっと疲れてるしね、戻るとき。あ、大迫なんだ。へえ。そっか、それでセットプレーの守備とかでな、あれなんなかったらいいけどね。あ、大迫怪我したんだ。なんかね、役割的にはオナイウで良さそうですけどね、このサッカーである程度。中央で起点作ってるの。ただまあ、オーストラリアにボール持たせて、センターバックとサイドバックの脇のとこ使うんだったら、古橋もいいかなと思いますけどね。怪我か？怪我しててこんな走ってんだ、今。そっか、音速か。セットプレーの時の守備とか怖いですね。前もね、なんで古橋じゃないや、南野じゃなくてオリギって時にセットプレーだと思いますよって話したら、それでね、クロップがセットプレーだった時あったから、そのパターンかな。まさか怪我しちゃったんだ。さあ、森保さん、水渡していきましたね、あと。